ノリッジは、イングランド東部、ノーホークの州都、人口約17万人。慣用的にはノリッジ、またはノリッジと表記され、またノーリッジ、ノーウィッチと表記されることもある。ノーリッチは古英語で、北の街を意味し、英語圏の各地に同盟の場所が存在する。古くは、ノーウィッチと呼ばれていた。8世紀頃のマーシアの高架やラインランドの陶器の破片が見つかっていることから、 すでにその頃には遠方との交易が行われていたものと考えられている。10世紀前半には貨幣の鋳造も行われており、アゼルスタンの地勢に鋳造された硬貨にはノービッチの文字が刻まれている。その後もベンサム側の水運を利用した交易により商業の中心として繁栄を続けた。ノルマイコンクエストの頃にはイングランド有数の都市となっており、 ドゥームズデイブックには、およそ25の教会があり、5000人から1万人の人口がいたことが記録されている。なお、ノルマン人の支配下に入った際に、もともと別の場所にあった、サクソン人の居住地や市場がの立地上の西側の区域に移された。その時に移された市場には、今も、なおたくさんの露店が並び、昔からの賑やかさを保っている。 まもなく司教座もノリッチに移され、196年にの理事大聖堂が建設される。中世には、羊毛の取引によって得られる利益を利用して、多数の教会が建設された。ノリッチには、現在も、なおたくさんの中世の教会が残っている。取引先は、スカンジナビアからスペインに渡る、広範囲に及んでいた。16世紀、17世紀には、 フランスのユグノーやベルギーのワロン人など様々なマイノリティが移り住んできた。彼らはノリッチの人々の利益となるような技術を持っていたこともあって比較的抵抗なく地元のコミュニティに溶け込んでいった。こうした人々が来たことによりヨーロッパ本土との取引が強化された。ノリッチは16世紀にはイングランドの中でロンドンに次いで2番目に大きな都市となっており、 産業革命の頃まで第2位の位置をブリストルと競っていた。ノリッジは地理的に孤立した位置にあり、ロンドンへ行くよりも船でアムステルダムへ行く方が早いほどであったが、1845年に鉄道が敷かれたことで孤立は解消された。20世紀初期には様々な種類の製造業がノリッジの経済を支えるようになった。靴や服、工具のほか、ボールトンポール車による 航空機産業も重要な産業となっていた。また、かつては、チョコレート製造も行われていた。ギルドホール市内を流れるウェンサム川大聖堂の、立地上の立地には、11世紀に、ノルマン人によって作られて以来、今日まで続いている、野外市場がある。この野外市場は今日においてもイングランド屈指の市場である。ただ、この市場は、最近再開発とともに縮小され、 一方で、新しいショッピングモール、ショッピングセンターが作られるなど、この街の小売業は変革の波にさらされている。ノリッチではかつて製造業が盛んだったが、1 9八十年代、1 9九十年代頃から、サービス業中心の経済へと変化している。なお、ノリッチはマスタードで有名なコールマンの本拠地でもあり、ここのマスタードは、コールマンの親会社ユニリーバを通じて、 世界中に輸出されている、史上芸術大学、ありがとうございます。